ゆで卵にしちゃえ。もうなんで起こしてくれないんだよ。怒ってる暇があるなら早くご飯食べなさい。ごめんよ、早くしてよ。すぐ行けない。弟を手伝ってあげて。朝からうるせえな。早く食べなさい。俺帰ってきたの2時だぜ。こっちは徹夜だったんですけど。はあ、徹夜。まだまだ若いね。ああ、お茶飲みたい。お茶ないの？ないのってあるに決まってるよね。もういいわ、シャワー浴びてくる。お、遠足？行ってこい。行ってく。はい。ユウ、今匠が行くから待って。待って、待ってよ。ユウ、意地悪しないで一緒に行ってあげて。俺はいつも一人だったのに、なんでずるいじゃん。なんでって、行ってらっしゃい。これはあなたにも起こりうる物語。同じ石橋優という名前の息子を持つ3人の母親たち。優、たくみ、起きてるの？意地悪しないで一緒に行ってあげて。うちな、優がやりたい思ったことは全部やらしたりたいね。優さん、ずっと優秀なんですね。うちでもいい子です。仕事頑張るよな。ありがとう。それぞれが幸せだったある日、一人のゆうくんが母親に殺された。協力し合おうって思えないの？無理よ。あんたんとこの息子が力也の金取ったんやろ？そんなことないです。気に食わんねん、その善人面が。あんたんとこの子供は悪魔。僕はいい子じゃない。お母さんもいいよ。お母さんじゃない。魂がぶつかり合う衝撃作。僕のこともお前切れないやん。息子を殺したのは私ですか？明日の食卓。